おはようございます。プレイステーション2版絶体絶命都市2凍てついた記憶たちパート8。今回は、一応なんかオイルをね、刺しとけ一応だったんで、オイルつうか燃料ね、タクシーの。こっち行ったらあんのかな？お？お？壊れてない。ここにリサイクルボックス。ああ。回収。豆乳でいいかな。特にいないな。オイルか。あ、色？カラ。カラか。あ、間違った。ちょっと衣装ちょっと脱ごうか。装備。ダッフルコート、セット。ノーカツラで行こう。はいはい。なんだ？ここら辺預けていいかな。シントンカードキー。カードキーいるか？今いらん気すんな。あ、でも助けに行くってなったらいるんかな。救急セットでいっか。カードキーを使うかは謎やけど、とりあえずは。何だ？こっちかな？なんか落ちてるんだ？いらない。ウェイトが気になるのよね。ああ、開かへんやったのか。ああー来た来たが大型バックパックこれでいけるな。なんだ、いろいろ広いるね。ヘルメットもらっとこうか。一応ゴーグル。だいぶ余裕できたからね、装備。カップスープだっけ？ある意味いらん気するけど、救急セットもないから一応持っとこうか。なんかあった時のために。
こっち鍵かかってんな。なんか落ちてる？なんだ？コンパス、イルカかな？カジキマグロ。違ったか。あれ？あれ？血じゃないんかな。オイルジェル缶を取るだけ。あ、ああイベントね。足どうしたらいいんやろ。やばいやばいやばい。何が起こったんだ。いけないから戻ろう。俺はとりあえず言われた通りに青い油をちょっと。何だ。あこれか。ここか。燃料ガソリンよね。チェリカにガソリンを入れた。よしよし、これでいけるかな。ただタクシー、あのマイカーはひどい。ああ嘘。試されてんな。え、なにこれ。ずしゃがんとかなかな。よ弱くなっていく。よこういうことかな。これ撃たれたら撃たれたらあかんのちゃう。多分耐えられなさそうやな。一気水が引いたら走ろうか。はい。はあ、あよよしよしよし。そうね、なんかむちゃくちゃ崩れたね。どういうこと。迎えに行ってあげられるのかな。ただパトカー道通ってたから違う道探して迎えに行くんだな。パトカー上の方行ってたからね、あの時。次から次へと一体どうなってるんだ。そうね、燃料こっちか。一服。あれ戻ってきた。用事は済んだのかい。ああ、友人の形見を取り戻した。はいはい、行こう。本田が待っているんだな。いや、このタクシー多分厳しいけど行ける。完璧なドライブをしてね。完璧なドライブをしたら多分行けるかもしれんけど、多分すぐ壊れるよね。グッドドライブ賞をもらうべき。え、どこ行ったっけ。やばい。あ、ごめん。え、
降りれへん。嘘。しかも俺一人今跳ねちゃったよな。グッドドライブショーほど遠いな。ちょっとどこ行ったらよかったんやろ。あの中か。早く行けっていう声も聞こえたけど、さどこに行けばいいのかがいまいちわからないで、そう、そうなんやね。俺はわかるんだけど、こっちか。あぁ、こっちか、こっちか。はいはいはい、オッケーオッケー。あ、これでいいんか。はいはい。で、新富製薬着いたからできることなら一旦修理したいな。だ、それをするほど時間はないんか、もしかすると。で、初めまっすぐ行ってたけど、回っていく方が賢いっていうことから。あ、嘘！え？回っていけない？回っていけないぞ。こっちは？はぁ。真ん中の入り口から正面から入るしかないんで、多分そういうことかな。いやー、壊れそうやけど、いける。え、え、はあ、嘘。行こう。はい、行きましょう。これなんかあった、なんかあった、取ったっけな。間に合ってんのかな。なんだ。あ、やばいやばい、ちょうど。待ってろ、今開けてやる。開かない。水圧、水圧でドアが開かなくなっているようだ。はあ、まずいな、このままじゃ。水を抜けないのか。そうか、確かに水を抜けば水圧が下がるからドアは開くはずだな、うん、よし、ダクトを操作して水を出そう。ダクトね。ダクト？どこにあんの？どこかに。ここっていうことか？ここら辺？どこやろう？大丈夫か？頑張ってくれ。
パイクダクト。これか？違うか。いいじゃん。部屋見てみようか。なんだ？カップヌードル？カップスープね。なんだ？いや、いらん。いらん、いらん。どっか、どっかってどこやろ？ダンスルームみたいな、なんか。あれ？これは、あ、こっちがさっき行ったとこか。ちょっと温まろう。実際ここじゃないか。ここはみんなの憩いの場みたいになってるか。あ、この部屋？はい、上？違うか。違うな。水圧調整。これ？違うか。ここ違ったよ。で、ここも違う。どこやろう？これか。なんもないよね。それらしきものは。これ戻ってるな。どこ？これか、やっぱり。なんだ？あ、あったあった。本田を助けてやるか。助かったわ。なんでもっと早く来てくれないのよ。ありがとう。ゆっくりしてられない。行くぞ。 OK。 なんでゆっくりしたら次どこ行くんやろ。ここから出てきた本田さん。水位上がってる。これもしかして上がってんな。いける？いけるか。あ、これ遠回りかな。ついてるんやったら温まりたい。できれば。はい、ついてない。はい、戻ろう。やばくね。いける？エレベーター乗れんのか。そこやね、やっぱり。
いた。助かったな。はい。海坂市では海水の流入により沿岸部を中心に陥没が連鎖的に発生しています。これにより韮沢区など市の西部は完全に水没状態になりました、今後も連鎖的な陥没は続くとみられ、海坂市全域が水没する恐れがあります。被害はジオセクション周辺で頻繁に発生しており、専門家の中ではジオフロンティア計画に問題があったのではという見解もあります。てか、あれやね、移動しやすいようにタクシーの向きが変わってるな。こっちでいいのか。これか。おほタクシー直ってるやん。え、そうでもない。タクシーが治ってるぞ。耐えられへんからやな、あの衝撃には多分。カーナビはないんか。あったまる。じゃあアイテムメニュー、カーラジオ、地図。こっから来たんかな。ほーっとし、これか。間違えた。それじゃあ行きましょう。いい？落ちすんで。はいはい。ああ。どっち向きに駐車しようかな。よし、オッケー。俺はここでいい。世話になったな。助かったわ。また借りができちゃったわね。うん。これからどこへ行くんだ。ヘリで町を出るつもりだ。うん。大事なものを届けなきゃならないんでな。はいはい。ありがとう。助かったよ、運転手さん。それでは。謎多い人やな、じゃあ私もここで。お客さん、運賃を払ってくださいよ。あら、払ってなかったっけ。そうね。あ、編集部に行けば誰かいるはずだわ。運転手さん、ついてきて。わかりました。ついてくるのね。じゃあ、行きましょうか。え、今の流れついていくんじゃなかった。明日へ待っときますみたいな話だったから。誰かいる？まさかこんな時にね。あれ、さっき下で誰かいるはず言ってたのにね。あれ、ひょっとして先輩？ああ。やっぱり須藤先輩、何してるんですかこんなところで。お前こそ
まだ避難してなかったのか。先輩だって。あ、そうだ。先輩、私新富製薬でこんなものを見つけたんです。何見つけたんやろ。これって新富製薬の極秘プロジェクトの資料だと思うんですけど。しかし俺たちがこれを見たところで何を作ってたかまではわからないな。私は絶対田辺知事が新富製薬を利用して政治資金を集めているんだと思います。はあ、新富製薬はこの数年いろいろな特許をたくさん買い集めてるし、特許を買うのに田辺知事が協力してるんでしょ。新富製薬が収益を上げればこの町の税収も増えるし雇用も確保できるからな。うん、だけど私はやっぱり田辺知事が不正に政治資金を集めてるんだと思います。本田、君の悪い癖だぞ。記者は物事を決めつけて見てはいけない。はい、分かってますよ。何度も聞きましたから。あの、そろそろ、いや、何でもありません。続けてください。あれ？運転手さんまだいたの？この人を待たせておくのも悪いから、そろそろ行きなさい。はーい。あ、そうだ。先輩、あのですね、タクシー代立て替えておいてもらえませんか？ねえ運転手さん。はい、どうしましたか？このまま町の外まで連れて行ってくれな。やれやれ、そう来ると思ったよ。そんなに警戒しなくても大丈夫よ。今度はちゃんと払おうと思ってるから。思うで払われへんけどね。思うだけじゃね。はい、行きましょう。これがラストドライブになるのかな。いや、ならなかった。さっきのラストタクシードライブやね。はい、次、アキラの証言。俺があの女の客を乗せたのはミラサワジオセクションだった。彼女は金を持っていなかったので目的地にいる人に払ってもらうということで、まずはレジデンス一の谷に向かった。はい、女は週刊フォートの記者だった。彼女は田辺知事と新富製薬の不正な関係を探っていた。俺は知事の不正を暴くため協力することにした。新富製薬では俺も潜入することになった。だが女が部屋に閉じ込められてしまい、俺はすぐさま根岸という男を探しに出かけた。うん、根岸を連れてきて女を助けた後、週刊フォートの編集部に向かった。編集部には男が一人残っていた。男は須藤とかいう名前だった。須藤は何か考え事をしているようだった。この男から運賃をもらい編集部を出ると、うん、女が町の外まで乗せていけと言ってきた。俺がやれやれそう来ると思ったよと言うと、女は笑いながら今度は払うつもりだと言った。そんなこんなであの町から脱出したのさ。なるほど。はいはいはい。ということで次は、4人目、西崎かな、富坂商業高等学校1年生。名前はもういいや、このままでね、かなちゃんでいこう。ちょっと説明しとしてそうね、息づいた氷たち、じゃあ記憶たちか。
え？はあ。なあ、ロッカーの中に入ってたから、隠れたからか。隠れたから一命を取り留めた。っていうことかな。まだ高段階ではそれほどひどくもないんかな。教室、広ない。そうでもないか。ここで私は？あはは。校舎内に残っている生徒は、至急体育館に避難してください。繰り返します。あはは。綾野さんたち避難しろですって。西崎さん、あなたも早く避難しなくちゃいけないわね。あ、そういう感じ。ほら西崎さん、その中なら安心。校舎内に残っている生徒は至急体育館に避難してください。繰り返します。行きましょう。いつまでも遊んでいられないわ。西崎さん、あなたも早く避難するのよ。ひどいなぁ。そう、私はいつものように子供さんたちにいじめられていたの。うん、私も体育館に避難しなくちゃ。なんかないかなぁ。斜め。え、それでは授業を始めまーすって。これやっぱでかいな教室。そうでもないか。あ、で、そんなでかくないか。こんなもんか。なんか斜め傾いてる。1年 A 組、1年 D 組、C 組、D 組。あかん。ここなんか使えるんちゃう。使えない。え、あ、こっちか。お邪魔しまーす。用もないのにね、他のとこのクラスに入ったらいけませんっていうのなんか言われたことが一時期あった。まあ、学校にもよるやろうけど。言われたことがある記憶がなんとなくある。ただま、用がないのに入るって別にないから。用があるから入るんだよね。誰かしらね、友人やら、何やら。お邪魔しまーす。窓の外出たらあかんって言われたな。おい！そこに誰かいるの？この方は一体、どちら様でしょうか？あの人は、先生。今日から、この学校で教育実習をさせてもらうことになりました。日が夏美です。日が夏美？よろしくお願いします。あなた、西崎さんね。大丈夫？怪我はない？ああ、日が夏美って。みんな体育館にいるわ。あなたも早く避難して。あれ、わかりました。こいつさ、校舎が崩れかけてるから気をつけるのよ。日が夏美って絶対絶命都市4のあの女の人とは別。あれ、え、あ、出る感じ。大丈夫ね、落ちてないね先生。なら行きましょう。絶対絶命都市では担任してたよな、あの先生。あれ違ったかな。そういうつながりがあるんか、もしかして。ただでもあの先生、ああ、志半ばでっていうのはあるよね。まあまあ、詳しくは4のやったら分からないけども。ここで私は何？何？言いたいことがあるなら言ってみなさいよ。またか。あの、私、何かいけないことしました？分からないの？西崎さん、あなたが存在してることよ。あなたを見てるとイライラしてしょうがないの。何？口答えする気？待って、先生君。どうかしましたか？顔色が悪いですね。いや、なんでもないです。
うん、良くない思い出の廊下やね。廊下触るな、ん？触るな、ちょっと待って、廊下は走るなね。 OK、 嘘やろ、斜めストーブ、マジか、斬新やな。止めといた方がいいんやけどね、本当は。こう火事になったり、二次災害につながるからね。え？ああ、弾。はいはいはい。怪しい女子トイレ。なんかある？ここで私、また？みんな、この中に不審者がいるのよ。本当？大変じゃない。二度とこの学校に来ないように懲らしめましょう。どうだ不審者、参ったか。もう学校に来るな。モブ2と3、モブ1と2か。モブ1、2がちょっとあれやな。トイレに誰かいるの？調べるか一応な。誰か入ってたら、うん、パンツボンが置いてある。誰かいるの？え？え？やばいやばい。ズボン下ろしてたぞ。クレイジークレイジーサイコか。はぁ、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 はぁ。西崎さん、君とは運命的なものを感じていたよ。クレイジーサイコ、サイエンスティーチャーやね、この君が入学してからずっと見てきたんだ。うそー、嬉しいよ。やっと僕の願いが叶う日が来たんだ。ピンセットに投入。先生、アイテム、いや。かわいいな西崎さん。はあ、はあ、あ、ショートカット、ショートカット。はいはいはい、キモいキモいキモい。キモ。どっちに逃げたらいい？教えて、教えて。よし、これはいけそうや。はぁ、あ、あ、おい、あ、あ、あれ、あ、あれ引いてよかったんか、あいつ。あの先生。俺医者やと思ってた。あれ引いてよかったんやな。まああれゲームオーバーになったから、まあ、結局引けてへんねんけど。そうか。バック、スポーツバックお借りしまーす。なんかいろいろありそうやね。ない、いろいろない。使い捨て回路なんやろ。焼きそばコンパ、焼きそばパンコンパ、そうね。ああ、悪い思い出やった。石崎さん、焼きそばパン買ってきて。え、どうして私が。そう、行きたくないの。石崎さん、偉くなったのね。彩乃さんのお願いを断るなんて。わかりました、買ってきます。モブ1と2が強烈やな。どうして買いに行きたくないでしょ。何ブツブツ言ってるの？行くの？行かないの？買ってきます。嫌な思い出は気にしないで。ポジティブで行こう。ポジティブでね。今日はもう、お、ボンボン付き手袋。
鍵がかかっている。あれ登ったら先生、教育実習の比嘉先生がいたとこに引きつけるようになってん、どっちかしら。おーい、え、こっちか。西崎さんね、不用心なので戸締まりをしておきます。ああ、いつもみたいにもたもたしていると逃げ遅れることになるわよ。あやの PS、 この扉の鍵は職員室を探してみることね。はあ、開かない。職員室、職員室、うん、誰かが何か言ってるな。モップ、これモップ、あの、あいつ、あいつ、あの、ティーチャーをね、スーパーじゃねえや、サイエンス、マッドサイエンティスト。いや、マッドサイエンティストの方向でマッドなわけではないか、あの先生。で、これ、どうやったらいけんの？あ？取れへんのか。どこで呼んでるのか全然わからへんか。上も行けそうやな。ちょっと2階ここ、まず。散歩しよう。あ、近いぞ。おーい、助けてー。あ、いた、ピアノ。ねえ、西崎さん、お願い、助けてほしいの。足を挟まれてしまって、ピアノを少しでも動かせればなんとか抜けられそうなんだけど。あ、西崎先生じゃねえや。ピアノをどかすことができそうなものがないか探してきま、ありがとう。2階、そっか、2階幸いになってるんやな。あ、なんかないかな、消火ホース。消火ホースだけでいける。お、いけるんや。これでなんか引っ張る。手で開けた方がいいかもしれんな。あ、よかったよかった。助かったな。それにしても二度もこんな目に遭うの。二度？あれ、絶対です。悪いんだけど、もうちょっと付き合ってくれない？一か、一にもいたんか。だからそこでちょっと休んでいく。オッケーオッケー。はい、わかりました。あれ、一にもいたっけ？あれ、あれ、あのヒロイン？ヒロインではないな。あー、どうやろう。多分1にも、1ってか、まあ、初めの2作品目にもいたんやろね。あんま覚えてへんから。校舎の壁に張り付いてるんだもん。びっくりしちゃった。西崎さん、教室で何かしてたの？実は、綾乃さんたちに掃除用具入れに閉じ込められてて。それ、本当なの？ひどい人たち。ほんまにひどいやつや。ほんまに。わかったわ。後で校長先生に言っておくから。あ、校長先生。教育実習。先生は教育実習生なんですよね。うん。この学校の出身なんですか？あ、ううん。私、この学校の卒業生じゃないの。私の学校は人と場所にあって、ね、やっぱいたんや。どの人やったかな。あー、日が、あ、いや、いた気すんな。当時はすごく大きく報道されてた、いた気がする。知ってる。人との話なら知ってます。今日毎シリーズ出てくるのかな、日が。私が見ている目の前で
沈んでいったの。学校だけじゃなく町ごと、よく遊んでいた公園も、私の家も。まあだから大抵のことには動じなくなったんだけどね。でもまさかまたこんな目に遭うなんてね。私よっぽど運が悪いのかな。先生は生き延びているんだし、運がいいですよ。ありがとう。それもそうね。ナミ、やっと落ち着いてきたわ。そろそろ行きましょうか。あ、違うか。ナミの声かなと思ったけど、え、ちょっとうろ、ちょっとフラッとさせてもらおうか。講演会のお知らせ。今はなんかいろいろあんな。毛皮のコート、あ、やっぱいるな、高校生。冬着てる人、うさぎ耳、これは、うん、かぶ、うん、つけてる人はいない、多分。宿題？あ、通知をもらっとこう。見る？見とこうか。一応ね。チェック。使う？違うな。特殊情報、読むか。はあ。はあ、活発な友達、これちょっと間違って見られてへんか？まあいいや、しょうがない。ありがちよね。こっちは別に噛んでいいんかな？お、特には何もないかな？なさそうやな。なんかありそうなんやけどな。いろいろある？ガスコンロね。ただあんま使わ、結局使わへんのよね、持ってても。ピンセットコンパス。あ、これはサイエンスティーチャーのガスボンベ。何個入れられんのか。サラダ油、サラダ油、先生に使ったら燃えるかもしれんからな。それはちょっと暴力的すぎるから。まあ、モップやろな、次先生が来たら。うん、サラダ油でっていうのはちょっと暴力的すぎるんで、画面真っ黒になる、真っ暗になる、真っ黒にしなあかんから。あはぁ、西崎さん、さあこっちへおいで。うそ。はあ、はあ、消息不明。今ので、そっか、さっきガスコンロとかいろいろとたか、もか取りに行こうか、せっかくやし。じゃ、これは西崎さん、さあこっちへおいで。キモー、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 助けてー。
助けてー。早い、スーッといけたな。え、いやでもまた来んねやろ、どうせ不死身の。衣類も乾いてたしね、きっと乾燥した状態で、乾燥した状態で帰ってくるんやね。大丈夫？西崎さん、ヘンミ先生のことは仕方なかったのよ。あなたのせいじゃないわ。あの先生はクレイジーやから。それじゃいいよ別に。みんなのところ行きましょう。はい。むっちゃ静かやけど。なんかある、こっちなんかあるかな。ああ、あはは、一人先生がいるな。こっからも見えてしまってるで。あ、これちょっといけへんね。なんかないかな。お、生あったかいコンパス。なにこれ、なんある、エビ、刺身のエビか、なんやろ。あ、待っててくれたよね。みんないない。あ、いる、割と。ひ、東先生、すみません、遅れてしまって。大丈夫ですか？風？ちょっと急に体調が悪くなって、はあ、みんなは先に救助されました。ああ、そうなんや。もう少しで次のヘリが来るはず、うん、それまでここで待っています。はい。西崎くん、悪いがちょっと外の様子を見てきてくれない？体育館の扉の鍵だ。了解。誰やろ。待って、この女性は誰？なんかあればいただいておきて。救急セットか。これからなんかあんのかな。じゃあ使い捨て回路、結構外に出されんのかな。はあ、はあはあ、すごく辛そう。大丈夫なのかな。噛んでしまうっていうね、短いのに。大丈夫なのかな、わかんねえけど、外の様子を見てきてって言われて見に行ったら、これは、きっと、うんっていうのが、きっと、うんだよね。え？え？なにこれ？あ、おる。やめろ。ここで何をしてるんですか？ヘリを待ってるの。はあ、本当によく似てるわ。これをあげるわ。頑張るのよ。くれた。何それ、何それ。ありがとう、ありがとうやけど、でもそれ、盗んだやつやろ、ほんまに。この人も毎回出てくるよね、多分。携帯コンロか。不純物の少ない食用油。ガスボンベもいいか。サラダ油はちょっと謎やからな、持っとこう。鍵もおそらくはいらんのよね。ありがとう、俺だけとこ一応。
パクったやつやけどね。パクったっちゅうか、強盗やね、火事場泥棒で降ってきた。外の様子見てきて言われても、まあ、なんか変なおばはんがおったで、ね、お姉さんかな、どっちかっちゅうとお姉さん、若そうやったな。あ、あ、どっちはい、大丈夫。はい、水が誰もいませんでした。早く行きましょう、救助の日がもうすぐ来るはず。そうね、あー来てしまった先生。なんてことだ。あ、違う、いい人っぽい、よかった。あのスーパーマッドサイエンティストじゃない方やな。ここまでの事態になっているとは。もうおしまいだ。あ、この人もぶっ飛んでるかもな。あの、あなたは。こうなっては本当にあの男の手を借りなければ。誰の手でしょうね。君たち、とにかくこの町から脱出するんだ、一刻も早く。それは理解できる。この水は、この町はどうなっているんです。一緒に逃げましょう。1号館の屋上にヘリが来るんで。私は逃げることはできない。え、それに逃げる権利などありはしない。私はここに残らなければならない。君たちは早く逃げるんだ。比嘉先生、この人おかしいです。はい、そうですね、屋上に行きましょう。うん、スッと行けんのかな。あ、西崎さん、助けて。あれモブ1にどうなったの。ほら早くしなさいよ。すれば許してあげるって言ってんのよ。でも私何も。何かしたとかしてないとかっていう話じゃない。生きる価値のないあなたを許してあげるって言ってるのよ。そんな、どうするの。私は別にどっちでもいいのよ。うわー、ひどいな。ちょっと綺麗やな、これは可愛い感じよね、お願い、きっとね。足がフラフラして、屋上まで。これでいいか。あの、私でいいんですか、お願い。あの、私でいいんですか、お願い。まあいいや、助けよう。もういいよ、助けてあげるよ。ありがとう、西崎さん。罪を憎んで人を憎まずって言うからね。まあ憎めるけどね、自分がないシチュエーションって。まあちょっと日当たっとこうか。てか男の人は連れて行ってもらえたけど、綾野さん置いてきぼりにされた感じなのかな。でもスカート長さ違うな、確かサッカー違ったな。あ、こっちはどっち、こっちはスーパーマッドサイエンティストの方じゃない、髪型的に違う。こんにちは。はい、どうぞ。よわからへんけど、どうぞ。いや、こんな可愛い人学校いたんかな。いや、いるんやろうな、いたんやろうな。あれ、これこっちじゃない、これ体育館、はしごしご、多分いたんやろね。はい、いや、いたな、いた、いっぱいいた気する。え、あ、おー、あ、おー、どこ行けばいいの？あ、なんかいる。こっちか。体育館倉庫。ん？そ、
そんな感じ、あれ？こっちじゃないの？どっから行くんやろ？外か？え？あ、ポートがあるな。あれ？これ乗れへん系？あれ？乗れへん系のボート？は？お？どうやって渡ればいいの？どうしたらいいですか？乗れへん。こっちじゃないの？ないっぽいな。ちょっとやばい。体育館屋上か？屋上かな。だってないもんね、道は。え？あれか。あんなあったっけ、さっき。ちょっと頑張って走って。これね、左にある階段から登っていくね。ちょっともう一回ストーブ日当たっとこうかな。ということで、まあストーブに当たって、背景もいい感じなので、今日はこのくらいで。ありがとうございました。おやすみなさい。